皆さん、こんにちは。私は、ミサケ上海の顧問、マイクル・オーです。今年3月から、ミサケ上海設立してから、多くの団体や企業から誘いがあり、セミナー、イベントなどを通し、ミサケがそこ場で日本酒の魅力、食文化、観光情報などの交流ができて、とても嬉しいです。交流の中から、たくさんの方、日本に対する興味を深く持ち、同じ形で上海を発信として、他の中国地域もこれからぜひ行きたいだと思っています。先日私は酒三昧中年し、とても光栄と感じています。これからもっと責任を感じて、日本、中国の橋架けとして、全力力尽くしたいだと思っています。これからも応援の続、どうぞよろしくお願いします。